日高川町は、和歌山県日高郡にある町。2005年5月1日に、日高郡川辺町、中津村、宮間村が合併して発足した。東西約3 5トル、南北約1 0トルである。中央部を日高川が流れ、総面積の約90%が森林である。和歌山県の総面積の約7%を占め、 県下で3番目に広い面積を有する。紀州敏町炭の生産量は日本一である。旧川辺町地域ではみかんをはじめとした農業が盛んで、鮎の日本一の養殖場がある。旧中津村、宮間村では林業が中心で、紀州敏町炭の生産量は日本一である。近年は観光に力を入れており、グリーンツーリズムが盛んになってきている。安鎮。 清姫伝説で有名な道成寺がある。また、世界一長い焼き鳥にも挑戦している町である。旧宮山村にある、椿山ダム湖に、日本一楽しい山彦こが体験できる観光スポットがある。大阪市内からのアクセスの良さ、豊富な自然、確立された受け入れシステムがあり、田舎暮らし希望者に人気が高く、和歌山県内でも特に、アイターン者が多い地域。 アイターン社、地元住民で作る協議会、夢クラブ21の活動が活発である。集配郵便局、無集配郵便局、間郵便局、間郵便局を除く各郵便局には、ゆうちょ銀行の ATM 設置。中津、三山ニュー郵便局では、ホリデーサービスを実施。日高川町内の郵便番号は、以下の通り。 田舎暮らし希望者に人気が高く、県内でも特にアイターン車が多い。上ズ駅町内には規制本線が通っており、この辺りでは1時間に1本くらいの割合で運行されている。町の代表駅は上ズ駅で、この駅には普通列車しか停車しない。上ズ駅は無人駅である。普通列車で和歌山駅まで約70分。大阪。 天王寺方面へは、五坊駅で特急黒潮に乗り換えて約1時間半である。道の駅三品中津鎮山ダム以下の二人は一節で、ある。ありがとうございます。